多様性ダイバーシティですね。ICS 日本のプログラムでありながら、日本の国内でトップランクのトップの MBA プログラムですので、もう世界中のいろんな国からさまざまなバックグラウンドを持つ、クラスメートと、意見を交わし合って、ディスカッションできる、まあ、そういった意味で、この ICS の多様性っていうのは非常に、貴重な機会だなと場だなというふうに感じています。私のクラスメートはやっぱり日本のプログラムに、来てるっていうことで、やっぱりある程度その日本に興味だったり関心がある人がまあほとんどで、で、まあ、そういったクラスメートとそのディスカッションしている中で、やっぱりその日本の中で日本人として、生活していく中では気づかないような視点だったり、外の人といいますか、外国からは、まあ、日本のこういう面がこういうふうに、まあ、見られているんだとか、まあ、そういったその新しい気づきが得られるっていうのは非常に、魅力的だなと感じます。私が働いている中でもう本当にこのビジネスシーンっていうのはもう目まぐるしく変化して、どんどん新しいトレンドだったりっていうのが出てくる中で、その働きながら勉強をしていく、そうしていくだけではどうしてもその変化についていけないなと、ついていくことはできるんですけれども、そこからまあ一歩進んだ何か自らその変化を、まあ、変化をその生み出していけるような、そういった一歩進んだことがは働きながら勉強しているだけでは難しいなというふうに感じました。それがやはりこのフルタイムの MBA プログラムを選んだ、まあ、大きな理由です。正直このコロナっていうこともあって、で、まあ、徐々に、他のクラスメイトも入国できてきてますけれども、なかなかあまり大きな活動はできてないっていうのは現状です。で、まあ、その中でも、まあ、毎年、行われてるあのオークションでっていうのがありまして、クラスメイト学生だったりとか、プロフェッサーの方々とかが、自らの何かものだったりとか、あるいは、パーティーを催したりとか、そういったものを持ち寄って、まあ、入札していくという、まあ、そんなイベントがあるんですけれども、まあ、それを、まあ、オーガナイズしたっていうのは一つ大きなことかなと。でやはり、大半のクラスメートが入国できてないような状況だったので、例年、まあ、対面で行われているんですけれども、まあ、それを、まあ、オンラインで行ったということで、それは、まあ、まあ非常にチャレンジングだったんですけれども、まあ、無事成功できて、よかったかなと思っています。